こんばんは、田村ゆかりです。あのね、あのー、乙女心シンドロームじゃないですか。で、今日で、えー、5回目。なんかね、初回から、今も、多分もう今だいぶ言われなくなってるかな。いつになったら乙女っぽくなるのかみたいなね、こと言われてるんだけど、別に、乙女の話するあれじゃないよね、これね。タイトルとかだって、適当でしょ <laughs> <laughs> いや、真剣に考えたよ。夜中まで。だけど、別に、タイトルで、中身が、どうこうなるわけでは、ないよね。<laughs> <laughs> <laughs> 何かの目的があるわけでもないから。だから、あの、あんまり、乙女っぽいこと、乙女っぽいことって何 矢野さんのイメージする乙女って何ゆかりのイメージする乙女はやっぱベタだからあのー、なんだろうな「くめちゃん好きでちゅー」みたいな「く <laughs> め<ん> <laughs> <ん> <laughs> ちゃん好きでちゅ」「コンペット好きでちゅ」清「セイソン」「セいソナクマちゃん好きです」<laughs> あんまり変わってない。 清楚な女子。女子高生。あれそうなのゆかり、昭和生まれだよ昭和生まれの十七歳だよ初老の十七歳だよ <laughs> だからちょっと、あれだな、タイトル、ちょっと失敗しちゃったかな <laughs> ええと、そうね。あの、そうね。 最近あったことといえばね、あの、美容室にね、なんて言うのかな。まあ、多分乙女は、まあ、月3回ぐらい美容室行ってるんだろうけど、ゆかりは年に2回ぐらいしか行かないから、美容室に。久しぶりに美容室に行ってね。んでね、あのー、なんだ、別に担当の人とか、なんかわかんないし、あと、なんて言うのかな。 こうしたいですみたいなのが特にないから、あの、誰でもいいわけ、正直。お店の中の人。だから、特に指名とかせずにね、あのー、行くことが多くて、で行ってたんだけど、この話してないと思うんだけど、前に美容室行った時に、誰でもいいですって言ったら、本当に誰でもいい感じの人出てきちゃってね。で、あれこの人、え お母さんみたいな人来ちゃったみたいな <laughs>。な、なんていうの <laughs> いや、お母さん、多分、すごいプロ中のプロだと思うよ。だってもう、熟練者だもん。だけど、なんかシャンプーとか、すごい雑なの。やっぱお母さんってやっぱ、ね、食器とか洗うのも雑いもんね。<laughs> <laughs> 一般的なイメージだけど。だからなんか顔とかビチャビチャになっちゃって。んで、あの、あ、そういえば、この人、 いつも受付で暇そうにしてる人だなって思ったことがあって、それから、あの、違う病室に行った時に、あの、店長さんでお願いしますってね。だって店長だよ店のオサだから <laughs> で、店長さんだったわけ、前回がね。で、こないだ行った時もその店長さんにお願いしたんだけど、同じ人でお願いしますって言ったんだけどね。店長さんで行った時に、ゆかり、 前髪すごい短くされちゃって、なんていうのかな。あの、猿みたいな。お猿さんみたいな感じになっちゃってね。でね。でもやっぱこう、いろいろ言い,言いながらやってくれるわけよ。なんか、こうした方が、ああした方がみたいな。で、目、前髪だから目つぶってて、わかんないじゃん途中で。でね。その美容師さんがね、店長さんがね。満足そうに、ちっちゃい子で、よしって言ったの。で、パッて開けたら、 わあ、全然よしじゃないしっていう感じになってて。前髪って思っちゃって <laughs>。だけどもう、これ以上どうにもできないから、これ以上はもう触らないでって思ってたのね。んで、からの、あの、懲りずに、あれはなんかの間違いだったんだろうなって思って。やっぱこう、誰でもいいですって言われて、顔びちゃびちゃお母さん出てきたら嫌だから、<laughs> まあもう別の病室に行くことにはしたんだけど。<laughs> それでね、またちょっと前回と同じ方でーって言って店長さんにね、お願いしたわけ。で、前髪来てくださいと。で、まあ、後ろは揃えるぐらいでいいですと。で、前髪を切ってもらったの。なんかね。最初ほら、ちょっと濡らした段階で切るじゃない。んで、乾かしてから整えますっていうじゃん。でね、軽くって。 乾かしたときに、まあ、その後でトリートメントとかするから、まあ、一番最後の最後に整えるんだろうとは思ったんだけど、鏡見たら、ガッタガタなの前髪が。あのー、あの、今のちょっと若い人分かんないかもしれないけど、秘密のアッコちゃんになんか、サブっていうキャラクター <laughs> いるじゃん。なんていうのちょっとなんか、ちょっとキュってなってる感じ。あとは、な、妖怪人間の、えっと、ベロ とかみたいな感じになってってね。おやおやまあ、でもこれはさすがに店長さんも最後の最後に整えてくれるよなと。淡い期待を抱きながら、だけどここから整えたらまた短くなっちゃうな、またお猿さんみたいになっちゃうな、とかって思いながらね。トリートメントして、ヘアカラーして、みたいな感じで、最後の最後に乾かして、 なんか知らないけど、病室の人、なぜかこう、毛先を巻きたがるから、もう、任せるがままに髪の毛を巻かれ。店長さんが戻ってきて、またちっちゃい声で、よしって言ったの。ちょっと待って <laughs> よくないよね <laughs> あの、さサブ <laughs> サブですけどって <laughs>、思いながら、まあ、 お店は後にし何も言わずサブのままその日過ごしあのー、家に帰ってちょっときり翌日もちょっときりなんですけどどうして前髪うまくいかないんだろうねみんななんか世の中の女子たちは何どうやどうやって 乙女は、どうしてんの前髪。本当に。で、あの、確かに、あのー、シャンプーびちゃびちゃおばちゃんの時は、まあ、ちょっと、なんていうの、適当に、適当に入った美容室で、だけど適当にいつもそこの美容室に入ってたんだけど、反省してね、ちょっとなんか、お、おしゃれっぽい美容室に行くようにしたのよ。なんかこう、 評価とかされてる。あと、ホームページもなんか、若干オシャレな感じの。で、そこの、店長だよ。その店長が、サブだった場合、<laughs> もういかりどこに行けばいいの <laughs> よしって言われるんだよ、ちっちゃい声で。あと、あのー、まあ、トリートメントとかしたからさ、髪の毛を最後の最後でなんかこう、スーンって触るじゃん。で、なんかこう、あのー、 なんて、向かい鏡みたいにして、合わせ鏡にして、後ろこうなりましたよとかってやってくれるじゃん。すごい満足げにね、生き返りましたね、髪って言われたの。お、おーんって <laughs> <laughs> お。おんって。思も、って、もやもやしながら、キロについて、<laughs> 死んでたのかと。わしの髪は死んでたのかと。<laughs> 確かにサラサラになってるけど、今。 なんか、もやもや、もやもやしちゃったんだよね。<laughs> 美容室。だからもう、本当乙女どうしてんの本当に教えて。みんなもサブになってんのかなそれとも。<laughs>